どうも、レイホワイトです。今回は新カードのインプーザブレインズで強化されたマダンを使おうとしたらなぜかブレインズ抜けてルーンが入りました。何が起こったのかわからないですがそこそこ戦えたので良しとします。マダンとルーンの妨害両方使えたら強い。レイによって細かいレシピは最後にして対戦へ。対戦よろしくお願いします。こちらの先行、これは両手今回せそうな良い初手。通常召喚でマダンのシャシカスパール、カスパールと同じ縦列で破壊のルーン発動、特殊召喚を適用して封印。マダン下級は共通効果で同じ縦列で魔法罠が発動した時使える効果がある。同じ列で魔法が発動したのでカスパール反応。泉ドローと封印サーチの間に挟んでチェーンを組む。これでうららは一番最後に発動した封印しか止められない。順番に解決して封印で泉サーチ、カスパールで発動したカードと異なるマダンカードをサーチ。マダン以外のカードで起動したら何でもサーチになる番。ノーサーチマン、最後に泉で墓地のルーン速攻魔法をデッキに戻してその分ドロー。最強のルーンなんでもサーチ穂先を引いたので凍てつく呪いをサーチ。ルーンはご存知泉で手札から使える。そしてマダンもモンスター共通効果で手札からマダン魔法罠を使える。モンスターがシャッシュ、魔法罠が玉のトリッキーなテーマ。それがマダン。スマッシャーズが重いのでジェットのサーチは凍てつく呪いで無効。凍てつく呪いは相手モンスターの効果を無効にしてデッキトップ3枚を除外。これでピン差しのテーマカード飛ばせたら熱い。ルーン速攻魔法が発動したので泉のドロー効果起動。さらに同じ縦列で魔法が発動したのでカスパールも反応。おっと一雫か、高校でも戦えますってか。2枚引いてたのは殺意高すぎる。一雫の発動に対してマダンデッドマンズバースト。デッドマンズバーストは相手が発動した魔法罠を無効にして破壊する。マダンモンスターの効果を消されると手札からマダンを撃てなくなるので止めるしかない。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの高校、さっきは先行だったがマダンは高校の方が派手な動きをする。相手はデスピアかな。このスプライト環境で会えるなんて嬉しいぜ。サーチしなかったってことは当然持ってますよね。ミラジェードと楽園追放くらいなら問題なく処理できる。とか思ってたら楽園融合のコストで妙なカード送ったな。シャドールデスピアだったのか。そういえばデッキ60枚だったな。まあミドラーシュは刺さらないからいいでしょう。わざわざ赤の楽園使ってまで出したいかミラジェード。忘れてたけどルベリオンってレベル8以下の融合なら何でも出せるんだよな。これはシャドウルークまで確定かな。マダン魔法罠は自分の場にマダンモンスターがいないと使えない。なので最初のマダンモンスター着地を妨害されると何もできなくなってしまう。マダンモンスターをいかに維持するかがこのテーマの重要ポイント。着地させてくれたらマドロミのルーンで破壊1回耐えられるが、召喚無効や除外系は現状止める手段がない。トップからデッドマンズバーストを引け。デッドマンズバーストは地味にカウンター罠だから神系も防げる。悪くない。あの伏せはほぼ間違いなく読み方無理やりすぎるだろ。穂先で破壊のルーン持ってこなくても大丈夫そうだ。マダンモンスターが着地しているのでマダン魔法を使える。除外効果を使ってきたミラジェードに対してマダンクロスドミネーター起動します。クロスドミネーターは犯罪係数100以上のモンスター効果を無効にし、ターン終了時まで攻守をゼロにする。パラライザー、読み方一生わからんでミラジェード融合されると逃げられるところだったが、それはそれでルーンが動きやすくなるから問題なし。マダンのシャシュザキットと同じ列で魔法が発動したので効果発動。手札のマダンカードを1枚捨てて2枚引く。リロードオンファイア、こっちのターンなのにいっぱい動くのやめてもらっていいですか。止めるカードがないので全スルー。マダンには墓地のカードを3枚まで除外する玉があるんだけど引けてない。ちょっと補給部隊、何やってんの。戦場で玉切れなんてありえんぞ。キットの効果はアスカローネで無効にされたけど、これでマダン最強のリソース補充が通りそう。レベル8以下のマダンモンスター1体でマダンのシャシュマックス。マックスはリンク召喚成功時に相手の場に応じて効果を選べて、モンスターを参照した場合その数だけマダン魔法罠をサーチできる。現在相手の場には3体のモンスター。よって3発の弾を装填。ルーン速攻魔法共通効果でスキップされる前にバトルフェーズ。バトルフェーズ以降にルーン魔法を使うことでこのターンは普通に殴れる。ドミネーターで攻守ゼロになったミラジェードをパンチ。ブッパが待機してることは覚えておかないとな。泉を発動してからマドロミのルーン。マックス対象に破壊耐性を付与。マダンを撃つためにマダンモンスターは維持しなければならないのだ。泉でドローしてさらに装填。マダンの実弾とルーンの魔術を使い分ける。なんてかっこいいデッキなんだ。右手がうずいてきやがったぜ。ダンシングニードルで墓地のカード3枚除外。待機中のアルビオンは使わせないぞ。踊れ、死のダンスを。まあアルビオンでセットされる魔法罠は破壊のルーンでも割れたけど、エンドフェーズのミラジェードブッパはまどろみのルーンで耐え。出たなどこがフュージョンやねん。あれはシャドール融合しか出せないからキマイラは警戒しなくて済む。このネフィリムはどうしようかな。シャドールドラゴンで泉割られたら嫌だし一応止めるか。ネフィリムを対象に凍てつく呪い。相手60枚デッキだから除外しても全然減らねえ。ネフィリムの墓地落としは凍てつく呪いで無効。
デストロイフェニックスガイが出ると暴れられるので妨害する。マックスが場にいるので共通効果で手札からマダンデスペラード発動。効果は単純、表側カードを破壊する。アナコンダをデスペラードで撃ち抜く。それくらいは受けてやろう。エクストラゾーンが空いたのでマックス2体目かルーン融合を出す選択肢が生まれたな。エンドフェーズに破壊のルーンで伏せカードを破壊。全く読めないあれでしょ？知ってる。破壊のルーンで泉ドローを起動。マダンモンスター引けたから次のターンマックス出して3発回収まで見えた。ブラッディクラウンでメインフェーズに手札からマダンモンスターを特殊召喚。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの高校、マックスは相手の場が広がるほどアド稼いでくれるので、横展開してくるスプライトなんかに出してやると爆アド。ちなみに魔法罠を参照した場合はその数だけマダンモンスターをリクルートする。同盟1体までだが最大5体リクルートできるのはバケモン。もともと高校でも手数でどうにかするルーンと混ぜたので、冥王結界派を3積みして高校取るデッキになった。4体くらい並んだスプライトに結界派ぶち込んでマックスでアド稼ぐの最高。まあ結界派の時点で代替されもらうけど、マックスの効果はどっちもデッキに触るからうららの対象だが、ここに吐かせることでルーンが動きやすくなったり、逆にルーンを先に見せることでマックスを通したりできる。もちろん高校で G 通った時はマダンもルーンも打ち放題。相手は冒険の魔術師か、妥協してバブースカで止まっても圧倒的玉数の前では無意味だぜ。あの伏せカードだけ気になるな。とりあえずマダンモンスターを着地。召喚無効形ならそのままルーンの動きになるところだったが、覇王竜の魂ならマダンでも動けそうだ。泉すびき美味しいです。輝く炎でザークを破壊しようとすることで覇王竜の魂を使わせる。モンスターが並んだところで冥王結界派、同じ列で魔法が発動したのでマダンの射手スターの効果、デッキからレベル4以下のマダンをリクルート、効果を使い終わったスターでマックス、モンスターを参照することで最大5発サーチ、この圧倒的なリソース確保力よ。デッドマンズバーストを引き切っていたので4枚サーチになったけど、1枚から一気に4枚増えた。イカれる嵐で相手の場の数相手のデッキトップを除外。対戦ありがとうございました。改めてデッキレシピ、マダンの妨害力の低さをルーンで補った構築、どっちも手札から魔法罠を使うテーマだからなんか相性良さげに見える。マダンは射手と弾が揃ってないと使えないので、基本はルーンでドローしながらマダンを立てる。マダンモンスターは1体引けないとお話にならないけど、2体以上引くと事故るという困った連中なので、サーチ、リクルート、墓地回収に手札入れ替えを持つマダンのみ採用。弾はサーチするので妨害だけに済みで残りは1枚。ブラッディクラウンはいつでも使えるマダンってことで1枚採用。エクストラはテーマモンスターに汎用リンク、レベル3と4が出せるので3と4エクシーズを増やしていいかも。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。